丈夫。いや、絶対消えない。私の名前は大上さやか、東翔学園高等部の2年生。普通の女子高生だけど、勉強と両立させてる仕事があって、なかなか学校に出られなかったりもする。今日は久しぶりのオフなので、私の大好きな親友のなほちゃんを呼び出して一日遊んで回ったの。その最後のイベントがこのトゥインクルガールズライブ。この町有数のライブハウス、クラブベータで定期的にやってるんだけど、ここのユニットの子たちが超可愛くて、私はよく見に来てるんだ。トゥインクルはね、最近夜のランキング番組なんかにも出演してて、どんどん注目度が上がってきてるユニットなんだ。可愛いでしょ。私も何度か番組で一緒させてもらってて、メンバーの子たちとはメールとかツイッターでもよく絡んでる程度には仲良しだったりするんだよ。おー、腰の動きが違うけど。ライブが終わってベータの外、箱から出てきたファンのみんなが通りに溜まって余韻に浸り合っていた。思わず混じって一緒に感動したかったけど、通りを塞いじゃいけないので我慢。私たち二人は興奮しながら駅の方へ歩き出したの。見て見て、タオル買っちゃった。なほちゃんが物販コーナーで買ったらしいタオルを出してひらひら舞う。
大ファンじゃん。いいなぁ、私も次買おう。まだ9時か。ねえねえさやか、ガスツ寄ってこう。ガスツスイーツ食いたい。そうだね、寄ってこっか。むふふ、スターミルクプリンスペシャルくだち。なほちゃんが得体の知れないものを注文する。何それ、ちょあまじゃない？星が7つ乗っててね、ミルクいっぱいかかっててね、うまいのこれ。この子がさえのきなほちゃん。同じ学校の同じ学年同じクラス。この子も少し私の環境と似ているところがあって、話というか気もあって、よく一緒にご飯とかしてるんだ。何より可愛いでしょ。一緒にいると女子の私でもなんだかふにゃーってなるから、この子大好きなんだね。うまいからさやかにもあげるね。ありがとう。じゃあ私はバターたっぷりパンケーキ。かしこまりました。とても夜の9時過ぎに女子が取るカロリーとは思えないけど、今日は2人とも朝から何にも食べてないから、これぐらいは全然いいのだ。てってててててて、なほちゃんがトゥインクルの曲を口ずさみながらタオルを眺めている。この子こう見えて実は普段は超クール。学校のクラスメートがこの姿を見たら多分びっくりするはずだよ。私と二人っきりの時にだけこんな猫みたいな面白い姿を見せてくれるの。友達としてそれが結構嬉しかったりするんだ。そんなに喜んでくれたら誘った私も嬉しいよ。おもむろに顔を上げて、なほちゃんが私の目を見つめてくる。吸い込まれそうなぐらい澄んだ瞳。ん？どうしたの？心配だよさやか。このところあんまり休めてないんじゃない？顔に出ていた疲労は完璧に消してきたのに、なほちゃんはしっかり見抜く。この子に隠し事は絶対にできないな。この2ヶ月土日なしだったよ。声優さんとかドラマとかウェブラジオとかすごく忙しそう。なほたんもじゃん、毎日飛び回ってるでしょ。ラジオだけじゃなく心霊取材とか読モとか。そうだ、今度映画にも出るんでしょ。すごいじゃん。ただのエキストラだよ。斎藤匠のお城でずーっとフレンチ食べてるだけ。てかまだ行ってなかったのにどうして知ってるの？ほんとね、田口さんのブログ超書いてあったよ。太文字でみんななほちゃんを応援してくださいって。げっそりとした顔でなほちゃんはペタリと机に伏せる。あの人の横では何の話もできないな。顎を机の上に乗せて、ほっぺたをぷーっと膨らませるなほちゃんをしばらく眺めて、私はいつ切り出そうかと迷っていた相談事に触れてみたの。あのね、なほたん。今度私のラジオでさ、怖い話特集やるの。突っ伏したままのなほちゃんが目を開ける。おや？興味ありかな？なほたん声いいしさ、ぜひ出てくれない？リスナーからの怖い話のお便りに専門家のコメントをつけてくれたらと思うの。なほちゃんは机に頭を乗せたまま、しばらく考え込んでしまった。何か心配事でもあるのかな？けれど、私は今一瞬、この子の目がキラッとしたのを見逃さない。もう一押しだ。ね、お願い。なほたん顔出し OK でしょ？うちのリスナーさんたちも私たちの関係知ってるから、なほたんまだーってメールがしょっちゅう来てるし、超喜んでくれると思うんだよね。何より、私がなほたんと一緒にラジオをやってみたいの。にゃむにゃむ。あ、にゃむにゃむした。この子興味を示したわ。
あとはカリカリで釣れば、きっと飛びつくわ。ほら！にゃー！ほらほら、ほらほら！ごにゃーお！たまにナホちゃんは猫に、私は飼い主さんに化ける。じゃあ、ギャラは金の猫か？どういうことなんだぜ？じゃなくて、キルフェノンのカフェをご馳走するのでどう？ナホちゃんの顔がパーッと明るくなる。うん、出る出る。やー、ありがとう、大好きナホちゃん。おにゃーお。しゃー。なんでシャーするのよ。よし、快諾を取り付けた。私はこの時、顔いっぱいで至福の笑みを浮かべていたはず。ナホちゃんは今本当に人気があって、他のラジオにも呼ばれてたりしてるから、スケジュールを抑えるのが大変な子なのだ。一度仕事でも絡んでみたいと思ってたんだけど、こうもあっさり実現するとは。注文したスターミルクプリンスペシャルとバターたっぷりパンケーキを食べさチェックしながら楽しんでいたら、いつの間にか時計は10時を回っていた。そろそろ帰ろうかと、ナホちゃんと2人で席を立ち、そのままキャッキャウフフしながらキロに着いたの。ナホタン、次学校いつだよ？明日行くよ。仕事でだいぶ授業サボってたから、せめてレポート出すようにって言われてるの。あー、なるほどね。はい、さやかも出さなきゃだよ、きっと。次、学校行ったら言われるよ。うわー、マジか。まあいいや、レポートくらい一晩徹夜すればなんとかなるさ。あー、そうだ、家寄ってキビキ先生の本持ってく？読みたいって言ってたよね。どうせ帰り道だし。あ、うん、借りる借りる。おすおす。帰り道、ちょうど私の家に向かう道にナホちゃんが住んでる。というか、居候してる作家のキビキ先生のお屋敷がある。事情があって、ナホちゃんは今実家でなくて、ここから学校に通ってる。先生に弟子にしてもらうために転がり込んだって話だけど、この子の行動力にはいつも見習わなきゃって思わされる。先生、ただいま。やあ、おかえり。寒くなかったかい？はい。ん？君は？おろおろしていた私に目をやり、優しい目でキビキ先生が話しかけてくれた。イケメンだ。ワイケメンだ。こんばんは、はじめまして。大上さやかと申します。ペコリと頭を下げると、先生は優しい佇まいで微笑んでくれる。キビキです。ナホ君と仲良くしてくれてありがとう。いつも君の話を聞いていますよ。嬉しいです。私もナホちゃんからキビキ先生のことはいっぱい聞かせていただいてます。きっと私の失敗談ばかりじゃないかい？そんな、とんでもない。ねえねえさやか、せっかくだからお茶でも飲んでいかない？先生がね、超美味しいセカンドフラッシュのダージリンを買ってきてくれたの。急な振りにオロオロする。夜遅いし、先生に迷惑じゃないかな？いいですか、先生？もちろん。ただお家の方が心配されるから、連絡だけしておくといいね。ありがとうございます。じゃあ少しだけお邪魔します。ゆっくりしていきなさい。笑顔が優しい。こりゃナホちゃんが夢中になるのもわかるよ。さあ、奥へ行きましょう。入って。うん。先生の前だとナホちゃんはいつものクールなキャラに戻っちゃう。家に電話を入れた私は挙動不審になりながらリビングに通された。広くゆったりとしたリビングは、和風なイメージとベトナム系のアジアン雑貨や家具が見事に融合して、独特の落ち着いた雰囲気を醸し出していた。
素敵。荷物はその辺に置いてください。自由にくつろいでね。では私はダージリンを入れてくるよ。あ、すみません。先生、ありがとう。平気だよ。私も飲みたかったんだ。笑顔を残して、キビキ先生は部屋の奥へ消えていった。素敵。ナホちゃんに誘われて、いくらするのかわからない高級そうなソファーに、私は緊張しながら腰掛けた。おお、沈む。さやか、リラックスしていってね。私ちょっとお手洗い行ってくる。うん、じゃあ寝とく。いいよ。変な姿勢で固まったまま沈んだ私を笑いながら、ナホちゃんが席を立つ。その数秒後だった。ナホちゃんの悲鳴がお屋敷中に響き渡ったのは、びっくりして声のした方を振り返る。田口さん、もう鍵ぐらいしてよ。ごめん、ナホちゃん。すごい勢いで扉が閉められていた。噂の田口さん、いやー、修羅場だ。信じらんない。キッチンから目を丸くして顔を出していたキビキ先生もふふっと笑って頭を引っ込める。素敵。深い灰色の雫を一滴からも味わうようにそっと口の中に溶かし込む。キビキ先生の入れてくれた紅茶はそれまで私が飲んでいたものとは全く違う味がした。美味しいです。そう、口に合ってよかった。深みのある味と香り、紅茶なんてどれも同じだと思ってました。うちにはティーバッグのものしかなくて。バッグのものも最近はいい味がするよね。美味しい。ただ私はやはりこれが一番飲み慣れていて好きなんだ。美味しいです先生。田口さん、いつ帰るの？手厳しいな、ナホちゃん。田口さんってずいぶん年上のはずなんだけど、完全にナホちゃんに飲まれちゃってる。なんかこの関係も面白いな。そうだ、今日中にレンタル返さなきゃいけないからそろそろ帰ります。またエロビー。違うよ、またってどういうことさ。じゃあ先生。テクノブレイーク。ナホちゃんが田口さんに向かって光線を出している。なんかウルトラマンみたいな構えになってるけど。ああ、先生、また明日。あ、ナホちゃんもね。明日は学校行くから来てもいません。そうなんだ、珍しいね。29歳、非リア充に幸あれ。もう。田口さんはフラフラになって玄関に消えていった。私と並んで楽しそうに眺めていたキビキ先生も笑顔で手を振っていた。あ、では私もそろそろおいとまします。ごちそうさまでした。そうかい、おもてなしもできなくてすまなかったね。とんでもないです。田口さんもういないよ。だいぶ先に行ったと思うからもう出会う心配ないよ。ひどっ。またゆっくり遊びに来てください。夜道気をつけて。ありがとうございました、失礼します。キビキ先生の家を出るとナホちゃんが先の角まで送ってくれた。ひんやりとした空気がほてった方に気持ちいい。今日一日の楽しかった思い出を振り返って、ついでに私はカバンに持っていたトゥインクルの CD を一枚貸して。私たちはもう一度ハグし合ってから別れたの。ナホ君、ありがとう。君の見つけてきてくれた天神小学校の件。これはすごいよ。これが、
この取材が実現すれば、世界中のオカルト研究がひっくり返る騒ぎになるぞ。たまらない。お父さん、息してないよ。メモしておかなくちゃ。令状調査ファイル02、経験天神小学校、現在調査中。その後の経過と、篠崎家の調査を進めるだけで強い霊障を受けた。体の右半分が麻痺、左鼓膜に異常、姿写真にオーブ、影響あり。数週間にわたる増毛感、吐き気、下血。あと、悪夢を毎晩見るも追加だな。やっぱりあそこは、危険すぎるな。先生や田口さんは、霊に対しての耐性がない人だから、行かない方がいいかもしれない。私の名前は、さえのきなほ。霊能調査で、全国の心霊スポットを回り、依頼者の不安を取り除いたり、可能なものは解決したりしている。私の周りには最近、ある異変が起こっていた。先月調査を開始した霊場から、それまで経験したことがないほどの強力な思念体を連れてきてしまったようだ。平たく言うと、強力な怨霊。現地から持ち帰ってきた、呪術用の型代。これがきっと、強く作用しているんだと思う。さっき、ファミレスでさやかにラジオに出ないって誘われた時、私が迷ったのは、これが原因。霊にまつわる怪談話は、霊を刺激する。私の周りにつきまとっているそれが、さやかに影響してしまわないかと懸念していたのだ。ただこの霊は、私の体調をむちゃくちゃにしてくれている以外は、外に向かって影響を与えたことがないし、私が抑え込んでやれば、さやかのラジオもきっと大丈夫だと思う。あれ、先生。キッチン直行で水を飲みに行ったから気づかなかったけれど、リビングのソファーで、キビキ先生が眠っていた。先生、風邪ひいちゃいますよ。先生？よく眠ってる。先生、かわいい。先生、昨日徹夜だったから、きっとお昼まで寝てるな。よいしょっと。暖かいでしょ、先生。この毛布、いい夢見てくださいね。
心霊調査は危険。いろんな人に深入りしないようにって忠告される。どうしてこんなことをするかというと、すべてはそう。先生のため。私の調査の力を使うことで、先生の怪奇小説のお仕事がはかどるなら、先生の面白い作品がたくさん世に生み出されるなら、私は何だってできる。先生が褒めてくれるなら、私は全てを犠牲にしたっていい。やっぱり先生と田口さんだけで天神小学校へは行かせられないな。危ないもの。私もついていこう。先生の毛布を肩までかけ直して部屋に戻る。私が学校に行くときもまだ眠っていると思うから、置き手紙をしておくことに決めた。先生は逆に私のことを心配して、田口さんと二人だけで天神小に行くって言ってくれている。その優しい思いやりに、私は今まで二人だけだと余計危ないとは言い出せずにいたのだ。先生へ。時刻は午前11時になりました。最新ニュースをお伝えします。東京、新宿駅東南口のエスカレーター下広場で起こった女学生死体遺棄事件につきまして。おはよう、ナオ君。君の見つけてくれた天神町に伝わる都市伝説だが、君に危険があってはと思うので、やはり私たちだけで、いないのか。そういえば今日は珍しく学校へ行くと言っていたか。相変わらず綺麗に使っているな。私の書斎とは大違いだ。ん？机の上に書き置きがある。先生へ。私、先生のためなら全然動けます。天神町で行った調査のまとめを検討しますと、多分例の方法を逆打ちすることで帰って来られると思います。例に対する耐性を持たない先生と田口さんだけではあの学校は危険だと思うので。今日学校から帰ったら、やはり私も一緒に篠崎幸子のおまじないを行います。成功するかどうか低めの確率ですけれど、うまく潜入できればきっといいネタゲットできますよね。先生のお仕事第3回も編集部が評価してくれたら、美味しいもの食べさせてね、ナホより。ありがとう、ナオ君。だがやはり君を、私の仕事のためにこれ以上危険な目に遭わせるわけにはいかないよ。逆打ちの方法はわかっている。天神小学校へは私が田口君と二人で行ってみるから、君は切符を待っていてくれ。ふむ、返事の置き手紙でも書いておくかな。彼も気合十分だな。よし、行くか。午前の収録が終わってすぐに学校に来たんだけど、お昼休みの時間になっちゃった。案の定クラスにはナホちゃんの姿はなかった。でも私は知ってるんだ。普段仕事でめったに出てこないあの子がクラスメートの喧騒を避けて昼休みにいつもいる場所を。なぜかってそれは私もいつも同じ場所に行くから。先生に見つかったら怒られそうだけど。扉の鍵が壊れてて
屋上に出れちゃうんだよね。わあ、いい風、気持ちいいな、日差し。校舎と校舎の間に転落防止用のフェンスがある。あんまり高くないから余裕で越えられちゃうのよね。よし、突風にも負けず余裕で乗り越える。下を見るとちょっと怖いけど、ここを越えるといい日陰の場所があるのよね。あ、いたいた、なほたーん。その場所にやっぱりなほちゃんはいた。お昼休みの学校の屋上で紙パックを加えて読書にふける女子高生。この子がやると何でも絵になるな。うーん、はやは。うい、さやか、おっすおっす。昨日結構遅くなったけど大丈夫だった？家。うん、大丈夫、怒られなかったち。おお、手なずけてるね、親。口悪っ。じゃあ、昨日借りた先生の作品、すごいんだけど。でしょ、引っ張られるでしょ。最初の殺人現場、森林描写のマックス立てとか大好き。気が狂ってるよね、あの主人公。現場の移動中に読み始めちゃったから、テンション上げ直すの大変だったけどね。続き読むの楽しみだよ。読んでみて、読んでみて。あ、そうだ、昨日借りたトゥインクルの CD もやばかった。もう死ぬ。ほんと？よかった。ライブの曲いっぱい入ってたでしょ。トゥインクルはね、 PV がまたいいのよ。携帯に入ってるかな。入ってないや、今度見せるよ。歌ってみた、やったらウケるかな。いいね、超見るよ私も。なった。1時か。じゃあ私またちょっと打ち合わせに行ってくるわ。なほた、今日放課後収録よろしくね。5時半に東新宿だから4時に校門前待ち合わせでいいかな。オッケー、ナイス校門。そこ繰り返さなくていいよ。なほちゃんは相変わらずのテンションだ。今日の収録もきっと楽しくなるぞ。すごいな。滑血？嘘でしょ？まさかこの呪い、細胞にまで影響を与える類じゃ。いつまでつきまとう気なの？皆さんこんばんは！大上さやかのラブブレイバー、今夜も始まりましたよ。イエーイ、張り切っていきましょう。あ、そうそう、今日はね、私学校に行ったの、友達に会いに。久しぶりにリラックスできたよ。めっちゃ喋ってきた、めーっちゃ喋った。あ、勉強もしに。うーん。ん？なんかスタッフが受けてる。なんで？え？大上が学校に行く絵が面白い？いやー、行くよ、行くだろ、私だってみんなと同じ高校生なんだから。笑うな、受けてるって意味か。クスクス笑いもやめろ、気を使うな。おかしいな、学校っていいねって言いたかったのに、どうしてこうなった。まあいいや。では、今夜も30分、じっくりお付き合いください。ブレイバー！さやかのパーソナリティぶりはさすがだった。プロの仕事を目の当たりにすると、私の気も引き締まる。はい、前なりいただきました。さえのきさん、どうぞブースへ。はい。ゲストの私が招かれる。収録ブースに入ると、さやかがマイクの向かいに座って、手を振っていた。やっほー！手を振るさやかに笑顔を返して、
用意されたマイクの前の椅子に座ろうとした。が、なんだろう、違和感を感じる。ん？どうしたの？なんでもないよ。フラフラしちゃった。カメラもあるから、可愛い顔で行こうぜ。了解。キリ？この子、篠崎家の調査資料にあった、篠崎の一人娘、幸子だ。最近付きまとっていたのは、この子だったのね。幸子の目は真っ黒で、黒目がどこにあるかわからない。微動だにしないが、息を殺してこちらを見ているのが伝わってくる。体中の毛が逆立ち、頭に血、喉に胃液が逆流し始める。やはり、篠崎家の呪いは強すぎる。私の力じゃ、コントロールできない。さやかは見えていないんだ。いけない。収録機器に影響が出ないようにしなくては。では回します。企画お便りから。さて皆さんお待ちかね、今週のやってみたコーナーは変えていいですかさ。うダメもう仕方ないな。今週はそう、階段やってみたです。うやー、ああ、もうやだって言ったのに。なんでみんないっぱいメール送ってくんの？過去最高くらい来てるんだけど！それでね、こんなの私一人じゃやってらんないので、今日はゲストの方をお招きしております！おー！スタッフ拍手早いよ！さて、ゲストは誰なんでしょうか？って、みんなもうわかってるかな？あの方です！作家にして、心霊調査のプロフェッショナル、美人であり頭脳明晰、女子高生霊能作家の、さえのきなほさーん！イエーイ！なほたーん！こんにちは。来てくれてありがとう！いえ、お招きいただき光栄です。おー、どうですこの佇まい。しっとりしてて素敵でしょ？ね？なほたんはね、私とは実は学校が一緒で、クラスも一緒でね。よく遊んでる仲良しなんだけど、もうね、それを知ってる方から前々から来ていたんですよ。なほたんゲストまだーって。叶えてやったよ。喜んでね。まあね、一番喜んでるのは私だったりするんだけど。今回は怪談特集ということで、専門家のコメントをいただければと思ってます。なほさん、先に悪霊に向かってガツンと言ってやってください。常世の狭間で震えなさい。七つの星のもとに決め台詞きたー。テンション上がってきたよー。では早速お便りを読んでいきましょう。東京都 M 市のラジオネーム、なぎじゅんぺいさんからの怖い話。経験上、今までほとんどの霊障はこちらの条例力で少しずつ引いていくものだったけれど、この例に関しては逆のようだ。白昼にこんなにはっきりと見えるほどのエネルギーなんて初めてだ。いけない。頭が割れそう。カメラ回ってるし、血は出さないようにしないと。なほちゃんがスカートをキュッと握ってる。あれあれ？意外と緊張する子なのかな？と、むしろ可愛く思えた私は、そのままリードする形で収録を進めた。ドドーン！なんと、襖を開けるとそこには、ぎょろりとこちらを見据える二つの目があったのです。すごーい！どうですか、なほさん？これ作り話ですよね？京都府の水野さん。ご冗談を。そうですね。これだけの事例証拠では、真偽の断定は難しいと思います。ということは冗談ではなく、やっぱり水野さんの言うことは本当って可能性も。ありますね。いや
ろしいことに気づいてるの。なほちゃんがね、さっきからなんかチラチラ部屋の隅を気にしてるのよね。いるのいるの、まさかこのブースにいるの私となほたんの二人だと思ってたけど、まさかの三人。やめてー。ああ、いえ、大丈夫ですよ。盛り上げるためにテンションを上げながら、なほちゃんの気づかれたって表情を見ているうちに、私はだんだん怖くなってきていた。そう、なほちゃんが本物の霊の世界に精通してることは百も承知のつもりだったけれど、どこか絵空ごとというか、自分の住む世界と違うからって真剣に理解しようとしていなかったことに今更ながら気づいたのだ。気づいた時にはすでに遅かったんだけれど。お疲れ様です。ラストいただきました。さっき何か見えてたんじゃない？ううん、見てないよ。ちらっと収録ブースに目を流す。もう先ほどの幸子の霊は消えていた。私は何事もなかったようにさやかの話題を別の方へ誘導する。あれ？あ？どうしたの？誰か収録中喋りました？収録中に喋るわけないじゃん。集音ブースに聞こえるわけもないし、なんか声かな、ボソボソ聞こえるんです。どこどこ？ここです、このやりとりのところ。京都府の水野さんご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠では二人の声しか聞こえないね。聞こえませんか？京都府の水野さんご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠では。ここです、さえのきさんのそうですねの後です。ご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠ではご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠では。これ見えてるって言ってるんじゃない？そうですね、これだ。嘘でしょ？乗っちゃったよ。ああ、やだ。マジっすか、本物？おい、どうした？おいおい、なんだおい、しっかりしろ。突然スタッフの一人が首を押さえてのた打ち始めた。チアノーゼのように顔を真っ赤にし、口から泡を吐いて呼吸不全に陥っているような症状だ。うわぁ、うわぁ。おい、体を押さえろ、物が倒れてきたら危ない。は、は、はい。収まったか？何なの？何かの発作？おい、息してないぞ。え？大変！おい、救急車呼べ！早く！蘇生措置！はい。しっかりしろ、おい！何なのこれ！ゲスト返せ！今日はバラシだ！さやかの顔から笑顔が消えて怯えた表情になっていた。
これは明らかに霊障だ。霊界に接触したことのない人たちにとっては大きなショックだろう。私はラジオ出演を安請け合いしたことを後悔した。私、やっぱり出るべきじゃなかった。うん、いいのよ、気にしないで。スタッフも搬送先の病院で息を吹き返したみたいです。番組的にはおかしなのは音声だけだからカットで放送できるし、例の声が乗ったことに限ってはエピソードとしては美味しいから逆にラッキーだよ。本当にお仕事手伝ってくれて感謝してるよ。私もきっと恩返しするから、私に何かできることがあったら言ってね。あ、キルフェノンは来週、早速行こうぜ。帰り道、やっとナホちゃんが笑ってくれた。よかった。私が元気出さなきゃ何も悪くないナホちゃんを傷つけるんだから、感謝の気持ちでテンション上げてかなきゃね。家が近くに見えてきたところで、私はコンビニに寄りたかったので、ナホちゃんの家まで行かずに夜道の角で別れた。またね、今日はありがとう。うん、おやすみ。ここまで強く粘着質の霊障は初めてだった。私の体に潜在する霊力をもってすれば大抵の霊は近寄ることすらできずに散っていたのに、さっきも下手するとスタッフやさやかが呪い殺されてしまうところだった。やっぱり響先生の身の安全を考えると、篠崎家については調査自体を中止すべきだ。私は改めて決意を固めた。天神小学校の調査からは手を引こう。明日にでもきちんと古法にのっとった除霊祈祷を受けてこようかな。あれ？時間は夜の9時半過ぎ。すでに辺りは真っ暗だ。なのに、家の中に明かりがついていない。先生？人の気配が全くない。家の中が普段より広く感じる。先生？先生、寝ているのですか？先生の書斎を覗くが、いない。部屋を一通り回っても、やっぱりどこにもいなかった。先生の仕事の打ち合わせは不定期だから、私が帰宅した時に家にいないことはいくらでもある。だけど、今日はなんだか空気が違う。まるで、初めから誰も住んでいなかったような、冷たい静寂が包んでいるのだ。見えてるよ。違和感を感じる。誰かが私のことを見ている。嘲笑うような意識。私の部屋の机の上に書き置きを見つけた。先生の字だ。ナホ君へ、優しい気遣いありがとう。そんな君を私の仕事のためにこれ以上危険な目に遭わせるわけにはやはりいかない。田口君と二人で天神小学校へ行ってくるよ。帰る方法、逆打ちの方法はわかっている。必ず無事に戻ってくる。この仕事を成功させたら美味しいものを食べに行こう。あれ？ため息をついてふっと我に返る。時計を見ると、いつの間にか10時を回っていた。帰ってきてから30分ぼーっとしていたんだ。びっくり。
なんだろう、肩が重い気がする。まさかね。気のせい気のせいと勉強机から立ち上がる。制服のままだからリラックスできないんだよね。着替えよう。うん、着替えよう。そうしよう。見えてるよ。やめてよ。誰かいるの。やだ、もう。一人で騒いでバカみたい。誰もいないに決まってるのに。怖いことなんてない。気のせい。私は気分を変えるために再び着替えることにした。窓の外で表の道を誰かが叫びながら走ってくる声が聞こえた。何？泣きそうになりながら私はそっとカーテンの端を開け、窓から外を見てみた。あれは、なおちゃん？二階からだから顔はよく見えなかったけど、泣いてる様子で髪を振り乱して走ってきたなおちゃんは、私の家の前で止まった。どうしちゃったの、なおちゃん？なおちゃん？さやか！先生が言っちゃった！先生が！落ち着いて、なおちゃん！どうしたの？キビキ先生のこと。どうしよう、どうしよう！私のせいだよ！先生、死んじゃったりしたら！こんなに取り乱したこの子は初めて見た。私はゆっくりと話しかけて、なおちゃんの気持ちを鎮めようとした。なおちゃん、教えて。力にならせて。何があったの？とにかく、家に来てほしいの。え？お願い！目に涙をいっぱい溜めて懇願するなほちゃんに、きっと差し迫った理由があるんだと思った私は、とにかく言う通りにしてあげようと、キビキ先生の家へついていくことにした。幸せの幸子さん。このおまじないを行うと、この世ではない、時間を超えた異空間に幽閉されている呪われた学校、天神小学校に行けるの。このところ私の周りにも影響を与えている、強い力を持った霊磁場だから、調査もやめようと思ったんだけど。私のことを心配して、先生が私を置いて、田口さんと二人だけで行っちゃったの。お願い、さやか。先生を助けるために、私と一緒に天神小学校へ行ってくれない？何のことだかさっぱりわからない。天神小学校？呪われてる？助けに行く？救助が必要になるような場所なの？わからないままに。危険な世界に引き込まれようとしていることはなんとなく理解できる。私は即答することができなかった。でもそれって危険なんでしょ。私怖いよ。お願い、一人じゃこのおまじないは行えないの。こんなことさやかにしか頼めないし。絶対私がさやかを守るから。顔をくしゃくしゃにして必死に懇願するなほちゃん。いつもクールで、私の前では猫みたいに可愛くて、この子がこんな顔するなんて。私は収録後の帰り道、そこで言った自分の言葉を思い出した。私もきっと恩返しするから、何かあったら言ってね。涙混じりのなほちゃんの顔を見て、私はしばらく黙って決意した。なほた、本当に私守ってくれる？
奈穂ちゃんの顔に花が咲くようにパッと希望の光が差す。それを見て私はさらに決意を強くする。わかった。じゃあ行こう。協力するよ。さよか、ありがとう。さよか。この子を泣かせちゃいけない。笑っている顔が一番可愛い子なんだから。どこかに出かけるんだよね。じゃあその前にちょっと家に戻って準備してきていい？うん、待ってる、全裸で。風邪ひくから服は着ててね。すぐ戻るよ。こうなったら仕方がない。先生のためだ。どうせならサンプルは多いほどいい。篠崎の家。私に呪いを拡散する手先になれというのなら持ってやる。堂々と乗り込んでやる。私が負けるわけがない。ブログを更新しておこう。新しいエントリー。友達との絆を一生のものに。新しいおまじないをご紹介。幸せ。幸せの幸子さん。いっぱい引っかかるよ。お母さん、行ってきます。心配させたくなくって、お母さんには今からまた収録があるからって伝えて家を出ることにした。このところ連日夜遅くに外出してたからかな。玄関で心配して声をかけてくれた。さやか、頑張ってるわね。はい、忙しい時こそ栄養補給。脳に糖分を入れなさい。お母さんは小さなチョコを一つ手渡してくれた。静かだけどいつもくれる大きな応援と心遣い。私は涙が出そうになった。今から向かう場所が本当は怖かったからだと思う。なるべく早く戻るから。ありがとう。行ってらっしゃい。幸子さんお願いします。幸子さんお願いします。心の中で2回唱えられた。うん。じゃあこれを引きちぎるの。指が離れないように爪を使ってね。わかった。1、2の3。